の、長教師。元長教師の浅見国一は実ッ1973年に、父の浅見国一旧社で、岸候補となり、1977年に長教助手となる。長らく父の下で、長教助手を務めていたが、1991年に長教師免許を取得し、翌1992年3月に旧社を開業。初出走は、同年3月8日。 中京競馬第一競争のグローバルキティで7着、初勝利は同年3月14日、中京競馬第7競争の当て用のクラウンでのべ4頭目であった。1994年のアルゼンチン共和国売をマチカネアレグロで制して、重賞初勝利を挙げた。1997年に父が定年引退となり、メジロブライトなどの管理場を引き継いだ。そのメジロブライトが、 翌1998年の天皇賞を勝ち、GI 競争を初勝利となった。理由は不明であるが、JRA ホームページのデータベース内の調教師で、唯一、顔写真が掲載されていない人物である。太字は、文下生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。JRA の機関紙である優春では、毎年4月号に、機種、 状況主紹介が記載されているが、そこには顔写真が掲載されている。ありがとうございます。